グウィンはアメリカ海軍の駆逐艦。グリーブス級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争時の海軍士艦であるウィリアム・グウィン少佐にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。グウィンは1939年6月1日にボストン海軍交渉で寄港する。1940年5月25日にジェシー・ティー・リピンコット夫人によって命名、浸水し。 1941年1月15日に艦長 JM ヒギンズ少佐の指揮下収益した。グウィンは1941年4月20日に成長訓練を完了し、ボストン海軍交渉で最終調整を行った後、カリブ海での中立パトロールに従事した。1941年9月28日にアイスランドのクバールフィヨルズルを拠点として来た。 大西洋での任務に就くよう命じられる。真珠湾攻撃の後、グウィーンはパナマ運河を通過し、カリフォルニア州サンフランシスコに急行した。コロンバンガラ島沖海戦で魚雷攻撃を受け、機関室を直撃された。ダメージコントロールもうまくいかず、結局味方に海没処分された。将校二人、水兵五十九人が艦と運命を共にした。グウィーンは、 第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。